私は三つ編みが特にうまく描けません。コツがあればぜひよろしくお願いいたします。では実際に三つ編みを描いていきたいと思います。鉛筆線があるとちょっと見えにくいかなって思うんで描いていきます。手の影見えますか？力描いた方がいいかな。よし、ですね、そうだな、三つ編み、三つ編みがあって、次にこっちがこう後ろからこう出てくる感じをこう描いて、でこっちもこう描いて後ろから出てくる感じで、こう前にでこう立体的にして、またこっちも後ろから出てくる感じを出して、こっちも後ろから出てくる感じをこう描いて、でこんな感じで多分描いていけばいいかなと。でリアル感を出したいのはちょっとこう遅れ毛がぴょんぴょん跳ねてるよみたいな感じで、こんな感じで、でそうですね、ここは何で止めるのかな。じゃあこのまま髪の毛をちょっと出しておいたやつで巻いてみましょうか。でこう、こんな感じで、でもとにかく三つ編みとか髪型は観察ですよ。あの実際に友達にやってもらうか自分でやるのが一番いいと思うんです。三つ編みもやる、編むつもりで描けば自然と自然なニュアンスが、自然と自然とって言っちゃったけど出ると思うんで、ぜひ編むつもりで描くといいですね。